皆さんこんにちは。聞き流すだけで開運、亀吉2号の月運動画の始まりです。先月より毎月の運勢の配信内容を少し変更してお届けしております。この動画では2月の運勢の3つのポイント、ラッキーフードやラッキーアイテムなどの開運ポイント、吉方位、開運行事についてお話しさせていただきます。聞き流すだけで、見流すだけで2月の運勢や開運行動がわかるようになっていますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは2023年2月の三碧木星の方の運勢についてお話しさせていただきます。三碧木星の方の2月の運勢は中吉運です。先月少し低下していた運気が回復し、明るい兆しが見えてくる月です。今月の運勢の3つのポイントは、1、自分を信じて行動を、2、出会いの場には積極的に行く、3、芸術に触れると運気上昇です。まず1つ目のポイントですが、自分を信じて行動をです。三碧木星の方はもともと勘の鋭い人が多いんですけれども、2月はさらに鋭くなりますので、あなたがいいと思ったことは大抵うまくいったりする月です。例えるなら、暗闇の中道が照らされ、進むべき道が見えるような感覚を持つ月です。また2月は決して障害が少ない月ではないのですが、危険を察知する力も向上しているので、障害を事前に回避することができます。三碧木星の方に意識していただきたいことは、自分を信じて行動すると成果や実績へ向かっていくということです。積極的、前向きに行動することで2月の運気がさらに上昇し、充実した生活を送ることができますよ。2つ目のポイントは、出会いの場には積極的に行くです。南に開座すると人と仲良くなるのが上手になることから、出会いの場に積極的に足を運ぶことで新しい人脈やご縁が生まれやすい月です。特に仕事関係の出会いに期待が持てますので、ビジネス交流会や講演会などに行ってみるといいでしょう。できるだけ多くの人と交流し、出会いと人脈をつかむチャンスです。もちろん恋愛関係についてもいい出会いが期待できます。元気よく相手と接することでいい関係に発展していくでしょう。ただ2月は少し上から目線になりやすい月です。特に異性に対してこの傾向が出やすいので、自分の言動に注意するよう肝に銘じましょう。3つ目のポイントは、芸術に触れると運気上昇です。三碧木星が開座する南には感受性という意味があります。そのことから、芸術に触れ感受性を豊かにすると運気が大きく上昇します。クラシックコンサートのような耳で聞く芸術よりは目で見る芸術の方が運気は上昇しますので、美術館に行ったり図書館で芸術書を見るといいでしょう。芸術にあまり興味がない人もぜひ美術館や図書館に足を運んでみてください。今までとは違った刺激を受け、いいアイデアが湧いてきたり、頭がすっきりし、いいストレス発散にもなりますよ。2月のラッキーフードはしじみです。三碧木星が開座する南には貝類という意味があることから、今の時期旬のしじみを食べると運気が上昇します。しじみには肝機能を高めたり疲労回復の効果があることから、さまざまなサプリにも使用されていますね。味噌汁やすまし汁にして食べるのが一般的ですが、パスタに入れても美味しいそうです。この時期旬で美味しいしじみを食べて運気を上げましょう。2月のラッキーカラーは紫です。衣服や身につけるものにワンポイントでもいいので、ラッキーカラーを取り入れてみるといいでしょう。マフラーや帽子に紫色を取り入れると金運や仕事運が上昇しますよ。2月のラッキーアイテムは本です。三碧木星が開座している南には頭脳という意味があります。そのことから本を読み知識を増やすと運気が上昇します。ここ最近、暦の見方についてのご質問をよくお受けします。神宮館では暦の解説本を多数出版しておりますので、この機会に読んでみて知識を増やしてみてはいかがでしょうか。ラッキーアイテムについては概要欄にも記載しておりますので、そちらもご覧ください。2月の吉方位は西方位、西北方位です。自宅から見てこちらの方位には、あなたにとってプラスとなるエネルギーが充満しております。吉方位に向かって何か行動を起こしたり出かけたりすると、普段よりいいことが起こると言われています。
2月は八白土星が中宮に開座している月なんですけれども、八白土星は山という意味を持っていることから、山を見たり登山をすると運気が上昇します。自宅から見て吉方位に山があれば行ってみるといいでしょう。ただし2月は1年の中で最も冷え込む時期です。山の風景を見るだけでも開運できますので、無理に登ろうとしないでくださいね。ちなみに今回の背景像は皆さんの運気が上がるよう願いを込め山を撮影してきました。こちらもお楽しみください。2月に皆さんに知っていただきたい重要な行事があります。それは立春です。立春とは二十四節気の一つで、季節の変わり目である節分の翌日にあたりますので、今年の立春は2月4日です。立春を迎えると暦の上では大寒が明けて、厳しい寒さも徐々に和らぎ、春の気配が感じられる頃とされています。しかし暦の上では春といっても、実際には立春の頃が1年で最も寒い時期ですね。さてこの立春がなぜ重要な日かというと、九星や十二支が切り替わる日だからです。つまり2023年1月1日から2月3日までに生まれた人は2022年の方と同じ九星と十二支になります。新年が明けたら九星や十二支が切り替わると思っている人が結構いますので、要チェックです。また年の吉方位が切り替わるのも立春です。2023年2月3日までは五黄土星が中宮となりますので、暗検察はありませんが、2月4日になると東南方位が暗検察となります。強方位の作用は立春以降から発生しますので、注意するようにしましょう。以上が2023年2月の三碧木星の方の運勢です。最後までご視聴いただきありがとうございます。神宮館では運気を上げるための開運法を知りたい、人生なかなかうまくいかないなどのお悩みを松本昇雄先生による鑑定という形でお受けしております。松本先生とお話しすると元気が出た、笑顔が増えた、前向きな気持ちになれたという声をお聞きします。誰にも相談できず悩んでいる方や落ち込んでいる方は、一度松本先生に相談してみてはいかがでしょうか。直接松本先生に会って相談する面談での鑑定や、電話やズームでの鑑定も行っております。ご興味のある方やお申し込みはこちらまでお電話ください。神宮館の主力商品である暦シリーズが全国の書店様で好評発売中です。神宮館オンラインショップや楽天市場、Amazon でも販売しておりますので、ご興味のある方は概要欄からチェックしてみてください。この動画を見て面白かった、参考になったよという方は、いいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録をしていただいている方は、このベルのマークをこちらにして通知をオンにしていただくと、神宮館 TV が動画を配信するとすぐに通知されるので便利ですよ。ご質問や今後こんなお話が聞きたいなどのご要望がありましたら、コメント欄にご記入ください。 Twitter や Facebook で毎日の運勢を配信しております。こちらもチェックいただければ幸いです。それではまた来月お会いいたしましょう。